ンネルをご覧の皆さん、こんにちは。リトルホワイトのあつみです。さあ、本日はこちら、DSG メガワールド様にやってきました。DSG メガワールドさんは、パチンコ720台、パチスロ307台、合計1027台の大型店となっております。さあ、本日は、いや、本日も、我が名はメガということで、じゃーん。ガロ、実践したいと思います。この間のガロ実践の時は、今までずっとマックスタイプだったのがこのミドルタイプになったっていうことで、ちょっとね、もう大当たりもたくさんゲットできるんじゃないかなっていうことでやってきたんですけど、この間は大当たり引くことができなかったので、今日はもうそのリベンジも兼ねて、せっかくまたメガワールドさんに来させてもらったので、今日こそはたくさんの大当たりをね、ゲットしたいと思います。このせっかくなんていうのミドルタイプになったから、その良さを皆さんにね、こうお届けできるように、見せれるように今日は頑張っていきたいと思いますので、ぜひ応援よろしくお願いします。ということで、今日は CR ガロ魔界の花実践してきます。行ってきます。Thank you.
2個しかない。2個しかなかった。恥ずかしい。残念でした。
と。あれ初めて見たのお仕事でございますね。の方終了しました。ちょっと見て、いつもはねあのスタンディングスタイルであの最後のやつ撮ってるんですけど、今日はちょっとこうどうくつろぎスタイルでお届けしようと思います。さあ実践終了したわけなんですけれども、皆さん見ていただけましたでしょうか。今日は、ガロがこうミドルタイプに今年になってねなったということで、こうミドルタイプになった良さをお届けできたらなと思って、ね、実践してきたんですけれども、今日は、まあ、まず結果一番気になるのが大当たり回数なんですけど、今日も0回でした。ごめんなさいねということで、良さはお届けできたかちょっと分かんないんですけども、演出もねちょっと何個かあったのでちょっとねお伝えしたいと思います。まず打ち始めてすぐ10回転ぐらいかなで、新滅リーチあのほら暴走の新滅リーチ来ました。で新滅リーチが2連だったんですよ。あんな初めて見たんですけど、青の2連で、ね、本当はこうレインボーの8連とかが見たかったんですけど、まあ、2連だったので感じ でそこから、まあ、ちょっと打っていくうちにあのタイムストックが溜まってたので、なんかなかなか発動しないなと思って、でやっとあの発動して 9.99 秒、 99.9 秒間違い あのタイムストックがこうブーンって発動して、でなんかあこれ超熱いと思って、であのザジジャリュザジのねそうリーチに発展しました。でなんかそれ初めて見てあすごいと思って、なんか結構熱いって後から調べたらなんか熱いみたいな感じだったんですけど、なんかね私のやっぱりこの腕の運の引きの弱さがちょっと出ちゃってそのザジのリーチも外れちゃいました。で最後にまた最初に見た新滅リーチ暴走ゾーンからのこれねウィーンってやつの新滅リーチが最初は2連だったけど、ここ最後に出たやつはちょっと増えてね4連になったのちょっと成長したみたいな感じだったんですけど、まあね演出はそんな感じで見ることができました。でもねやっぱり大当たりが引くことができなかったので、それだけがねちょっと残念です。うん、保留も全部青だったし、そう10個以上多分今日はねこの青保留を見たような気がしますなのでまたねいつかまたこの我が名は目ができる機会があればもう何回も言ってるけど、次こそはたくさんの大当たりをしかもレンチャンしたいと思いますので、皆さんまたよろしくお願いします。それではあ違う最後にこれ言うの忘れたで、ね、メガワールドさん来店ポイントの交換会をやっております。
そう、これは毎月やってるので、また皆さんぜひいろんな景品もご用意してありますので、また来月3月も4月もやると思うので、ぜひこちらもご期待ください。お待ちしております。さあ、それではまた次回もお会いしましょう。ありがとうございました。バイバーイ。それでね、演出もいろいろ見れたらなと思ったんですけど、今日の演出はまず最初打ち始めてすぐ10回転ぐらいかな。で、ね、爆走ゾーン、走ゾーン、心滅モード、爆走ゾーンだよ。え？それかも。ずっと爆走だと思ってた。